今尺がと属百鬼は、1779年に、刊行された、鳥山石炎の妖怪画集。雨、都ごもり、民の常中華三冠構成。ガト百鬼夜行の続編にあたり、刊末に掲載されている目録から、後編と称されていた作品であるとみられる。前作は、絵と妖怪の名称のみで構成された作品であったが、 本作及び以後のシリーズ作品ではそれらに加えて一体一体の妖怪に解説やさんとしての文章が添えられていることが特徴である。関東は大間時、巻末は日の出が描かれており、妖怪たちが動き始める黄昏時と妖怪たちが姿を消す朝の太陽とを対比させた構成になっている。ガト百鬼夜行に比べ、土蛛、四天同士、繁荷、 橋姫、お阪部姫、ぬえなど芸能で広く認知されていた妖怪が多く、描かれるようになったほか、影荒木、片輪社、骨女などのように、諸国百物語や、棘女子などのような説話集から題材を得たり、毛領、佐都市、水子、信妻などのように、和漢三歳図に掲載された記事を引用したり、参考にするなどして描かれたものもあり、 山星や初など中国の妖怪も含まれている。一方で、とどめき、天井下、大ハゲなどのように転居が明確ではない妖怪もあり、石縁による創作による部分が多い妖怪ではないかとも考えられている。同様の妖怪は俗作にも見受けられる。ありがとうございます。